神社に来たからにはまずはお参りね。あっちに列ができてるから後ろに並びましょう。分かったわ。おー、すごい人。お参りに来た人たちの列があんなにも長く続いてるわ。原将、何驚いてるのよ。お正月だったらこれくらいは当たり前の人出じゃない。あんたが家族と来た時だってこんな感じだったでしょ。言われてみれば確かにそうね。ただいつもはアリサのことを気にしたりしてあんまり意識したことがなかったのかもしれないわ。そうなんだ。あ、そろそろニコたちの番が来るわよ。お賽銭の準備はいい？ええ、もちろんよ。この太い紐を振って上にぶら下がってる鈴を鳴らすのよね。じゃあ早速。デイリー、待ちなさい。まずはお賽銭を入れるのが先でしょ。それから鳴らして二礼二拍手、そして一礼。ちょっとエリー、いつまでやってるのよ。二三度鳴らすだけで十分なんだってば。神様がびっくりしちゃうじゃない。ごめんなさい。鈴の響きが思ってたよりも素敵な音色だったからテンションが上がっちゃって。もう一度やり直すわね。